こんにちは、タロット占い師のポロです。ウィザードリーセブン、ガーディアの宝珠、実況プレイ、50回目、始めます。今は、ニューシティにいます。で、前回ムンクハラーまで、ノアザが死んでしまったので、ニューシティに戻ってきてね、蘇生をさせたところですね。蘇生の作業は、省略してますけども、で、まあ、多少武器もね、変えてるので、新しくベックでコルビンというのを入手しました。たまにね、武器屋とか防具屋の品揃えも変わってるようです。で、あと、ラウンドシールドも装備したので、まあ、防御、攻撃ともにね、若干上がってる感じです。なかなかこのヌアザがね、戦力にならなかったんだけど、ベックでコルビンを装備したことで、多少はマシになってくれたらいいなと思ってるんだけど、どうでしょうかね。で、あと、もう少しでレベルアップしますね。で、セリーナ。レンジャーのセリーナだけど、なぜかモーニングスターを装備してます。前回の前回っていうかね、前作のウィザードリー6ではモーニングスターは装備できなかったんだけど、このレンチャーがね。でもなんか、モーニングスターが装備できたりとか、まあ今回のレンチャーはかなり強化されてるみたいなので、まあモーニングスター装備できるのがいいのかどうなのかよくわかんないけど、まあ今、多少はね、武器も強化していることになります。前回も確かね、ハンマーを装備してたんだよね。ハンマー、めちゃめちゃ弱い武器だけど、それに比べればモーニングスターのマシだと思います。なんかレンジャーなのにスティールヘルム装備してたりとかね、レザーホバークとかレザーグリブとか、全然レンジャーらしくないんだけどね。レンジャーって言うとなんか、ひ弱なイメージがあったんだけど、今回のレンジャーはかなり、戦士タイプの、まあ、キャラクターになってますね。職業っていうのかな。トート武器変えたっけ？トートはよくわかんないけど。あ、トートは、もうすぐレベルアップか。できれば、今プリーストだけど、次にロードとかになりたいんだよね。あとは、特に、変わりなしかな。はい。まあ、こんな感じで行きましょう。とりあえず、また、ムンクハラマを攻略していきたいと思います。で、まだなかなかね、レベルが上がらなくて、結構きつい思いをしてるんだけど、だ転職とかしてると全然レベルが上がらないから辛いんだよね。だ転職は極力しない方がいいのかなとも思うし。お、誰だ？ゴーン。誰ですか？名前。ガリエラ。まあ、一応お話聞いときますか。私はこの命にかけて我が君、ウルガー王の帝国を取り戻すまでは戦う。我が国の将来について熟慮なさっている。取引してみましょう。お、レザーヘルムは今さえいらないか。っていうかお金ないけどね。特に何も持ってませんでした。まあ、たまに地図を持ってたりするから、まあ、その地図を買うために、NPC と交渉するというのは、まめにやった方がいいのかなって気はするけどね。で、レベルの話ね。なかなかレベルが上がらないっ
ていう感じなんだけど、レベルを上げないときつい、きついんだよね。泳いで渡ります。ちょっと休息取ろうか。休息。泳いでスタミナが減ってしまったので、転職せずにレベルを上げていく、まあ上げていくとしてもなかなか上がらないよね。難しい。経験値稼ぎは難しい。休息は済みました。今レベル10に届くか届かないかぐらいのあたりをうろうろしてるわけでしょ。でこのぐらいのレベルだとまだまだきつい感じだからもっとレベル上げていかなきゃいけないんだけど、まあどうなんだろうね。このゲームは最後までやったことがないので、どう攻略すればいいかがよくわからないというね。また泳いで渡ります。泳いで、一回下に降りてから休息した方がいいのかな。ムーンストーン持ってるのは、はい、ムンクハラマの地下に降りたという体です。それでそっか、前回はなんか謎のスイッチみたいなものがあったんだけど何もなかったんだよね。で見かけたけども入らなかった場所、ここなんかスイッチらしきものがあるのでここ入ってみましょう。スイッチある。まあそうだね。一応スイッチを押してみる？うん。あ、開いた。あ、なになに？下に降りる階段が。あ？え？沼座15ダメージ。なになに？どういうこと？ダメージ受けてる。え？え？え？あ、なんかこれ、あ、落とし穴に落ちたってこと？何も表示されなかったけど、トラップか。嘘。なんかよくわかんないとこ落ちてきた。全員ダメージ受けたね。じゃあちょっと火力作業します。はい、火力作業完了。多分、トラップ、落とし穴だから、すぐに上に戻るところがあるんじゃないの？体中傷だらけで、汚く、臭い以下にも不潔な感じがするムンクが、きしむような掛け声を発しながら、跳躍し、蹴りや突きを繰り返しながら、まるで気が違ったかのような勢いで君たちの方に襲いかかってきた。やばい！なんだよ、簡単に返してくれるんじゃないの。フローシングムンク、フロースってどういう意味だろう。とりあえず敵一体なのでなんとかなりそうだけど、初めて出会ってきたな。戦う。つく。まあ、叩いてみようか。戦う。叩く。レンチャー隠れて。どう攻めたらいいの？呪文。
あ、隠れるか。隠れる。呪文。ブラインディングフラッシュ。呪文。どうしようか。あ、アーマープレートとか。あ、違う。サイレンスかな。サイレンスかもしれないな。エンジェルズダン。ビッグデコルベン。サイレンス、沈黙。よし。ブラインディングフラッシュ、目がくらんだ。弱いぞ。お、何をしてきた？え、弱い。え？あっけなく死んだ。フローシングムンクってなんだよ。でも経験値はそこそこもらえる。たった一体なんだね。ああ。バイタリティあたりが上がってくれると、上がんない。なかなか能力値が上がらないよね。きついな。どうしよう。まあ、シールド上げておく。ここは、どうしようか。スカウトなんか上げてるけど。どっちがいいんだ。よじ登り上げていこうか。アイテム、神話学、マッピング、少女。神話学。はい。彼にとって惨めであるということは気にならないようだった。え？ただの余興というか、あ、お遊びかな？それで、ちょっと今気になったのは、スカウト、スカウト、スカウト、アポロがスカウト100だから、別にヌアザが上げる必要はないよね。うん、ちょっと拍子抜けな感じだったけれども、ちょっと怪しいので部屋の中を少しくまなく見ていきましょう。このなんか向こう側にまたなんか出そうな気配がするけど大丈夫かな。うわ！暗闇の中に足を踏み入れると引きずるような足音が聞こえてきた。そして2メートルぐらい頭上から臭い息が匂ってきた。こんなの予想してなかったよ。何これ、レパジャイアント、何これ。全く予想外の展開。何が起こってんの。でもなんか一体しか出てこないし、また弱いんじゃないかな。うん、巨人でしょ、巨人。まあ確かにでかい、迫力はあるね。隠れよう。あ、そっか、呪文がもったいないな。呪文。アーマープレート。ビッグデコルペン。エンジェルスターン。え？何が？何が起こった？レパジャイアント。レパジャイアント。あ、多分ね、これ普通に自動選択だと、作ってなると思うけどね。まあ、試してみようか。
自動選択。で、いや、隠れた。ザ・ザ・ベック・デ・コルビン。タフだね。ボロは、ホールパイク。ん？タフだな。倒れない。倒れない。ちょっと予想外に強い。さっき自動選択でどんな攻撃したか確認するの忘れちゃった。もう一回戦ってみよう。自動選択で。隠れる。ブラインディングフラッシュが、まあ、いいや、もう一回、隠れて。まあ、ここは普通に戦って。クロマチックアイア、レパジャイアントエラついてます。あ、また確認するの忘れた。うん。攻撃当たんないのは怖いね。逆に敵の攻撃がヒットするとめちゃめちゃでかいとかそういうことがあり得るね。最後に大爆発を起こすとかね。普通に攻撃したんじゃダメージ与えられないから、なんかないかな。アイスボール。ディープフリーズ覚えてないか。チャームとか効くかな？試しにやってみよう。試しにっていうか、まあ、いいや。呪文、何使おうかな。クラッシュとか効きそうじゃない？こういう、この手のモンスターは。聞いたけどいまいち。チャームは効かない。ああ、倒した。なんだろうね。いまいちパッとしない。ダメージも全然受けなかった戦闘だけど。経験値はそこそこもらえる。けど真っ暗だ。こんなの初めてだよ。まあ、マップがあるからいいものの。どっち？一応まっすぐ進んでみる。え、出口ない？あ、出た。出たけど、川の中。川の中か。そんなの、スタミナ持つかな？持たなかったとしたらあれだから、そっか、ちょっと一回引き返して、休息取った方がいいのか、休息。うわ、怖っ。ちょっと、スタミナ回復しよう。レストフル。あ、ちょっとしか回復しない。いや、とりあえず休息取る。さて、川の中を泳いでいかなきゃいけないってことか。
あ、鍵使えるかな？アイテム。錆びた鍵。効果がない。なんかキー。鍵は使えないか。だよね。向きを変えるだけならスタミナは減らないみたいです。あ、でも、大したことなかった。ちょっと周りに何かありそうだな。効果がない。ムンクキーじゃないよね、どうせね。ここは開かないんだろう、きっと。あ、でもなんか開きそう。そっか。ここは素直にディテクトシークレットを使っていくべきだな。あ、やべ、またなんか。その部屋何やらいかがわしい雰囲気満ちており、不老者や正気を失ったものだらけだった。またか。だらけってことは？やっぱり？さっき一体だったフロージングムンクが9体に増えた。レパジャイアントも一体いる。そういうことか。さっきのは、まあ、なんだろう。前兆というか、予行演習みたいなもんだったわけだ。ここが本番だな。でも、どうしよっか。レパジャイアントに攻撃。呪文。フローシングムンク、レパジャイアント。どうしよっかな。あ、そうだ。サイオニックブラストか。でも敵が多いな。9体だもんな。ってことはテラーがいいかな。なんかあるでしょう。トクシックベーパー。それから、呪文使ってくるっけ？どんな攻撃してくるんだっけな。一応サイレンスやっとこう。4、5、6、7、8。ニュークリアブラストいっとく？まあ、いっとこう。あ、でもな。スリープ。ここはあれだ。アイスボール。これぐらいちょっと打っとく。アイスボール。あ、なんだ？なんだ？簡単に死んじゃうぞ。お、ヌアザは病気になった。そういうことか。フローシングムンク。そういう罠だ。病気になっちゃうんだ。病気ってどういうことよ。
へぇー。違うなぁ。キュアディジーズ覚えてたっけ？あ、覚えてるね。じゃあ後で治療すればいいや。ちょっと待って、レパジャイアントに、なんか攻撃したいんだけど、ないな、攻撃手段が。とりあえずブレス唱えて、レパジャイアントに、ディープフリーズ。あ、マジックポイントが少し減ってる。またクラッシュかけとくか。よっしゃ。やっぱ自動選択だと、ベックド・コルビンの攻撃はつくになるね。危ない。あら、倒せない。フローシング文句はなんか、呪文を唱えようとしたみたいだけど、封じておいて助かった。叩くのはいいね。どうしようか。叩いても弱い。イシス、うわー、イシスが、やっぱでっかいわ、ダメージ。56とか言って。一発が強いんだ。命中率低いけど、当たるとめちゃめちゃ痛いというやつだ。これはファイターですらやばいですよ。早めに蹴りをつけなきゃ。とは言ってもな。頑張れ、頑張れ。やばい、避けられてる。危ない。ダメだな、ダメージ弱すぎる。目つぶし効いてないのかな。目つぶししてなかったっけ。ディープフリーズ効くかな。一応最強呪文だけどね。効かない。やっぱクラッシュか、こいつには。ブラインディングフラッシュも効かない。まずいです。危ない。技頑張れセリーナ、頑張れ。倒せない。目つぶしするしかないじゃん、でも。怖
攻撃呪文をなんか使うしかないか。クラッシュもう一発いっとく？効かない。効いてるけど弱い。ああ、エナジーブラスト効かない。クラッシュしか効かないのか。お、目がくらんだ。助かった。これでダメージを、あ、今毒を与えたけど、前回の戦闘で何度か毒で倒しちゃったことがあったけどね。ウィザードリー6の場合は毒で倒すと経験値が入らなかったんだけど、どうも今回のウィザードリー7は経験値入るみたいだね。なんか計算してみたら経験値ちゃんと入ってたからね。だから毒は積極的に使ってもいいかもしんない。ここはもう使えないな。エナジーブラストも効かないでしょ。エアー系は効くんじゃないかな。スティンクボムちょっと打ってみよう。効かない。あ、倒した。助かった。ファイターヌアザが、なんだ、病気になったのか。経験値まあまあ入りました。レベルアップする？ちょっとね、能力値が上がってくれないと。あー、ダメか。よじ登りを上げていこうかな。そっか、よじ登り上げとけば、落とし穴とかで落ちても、ダメージ少なくて済むのかもしれないね。ここは、進学か。まだ進学を覚えておこう。呪文何にしますか。ちょっとマジックポイント確保という意味で、ハンマープレートを覚えときまーす。あんま使わないと思うけどね。それで、ヌアザが、この記号、これが、病気だよね。ちょっと、調べてみますか。キャラクターを、あった、病気。キャラクターの、あれ？これか、疾病、え？病気ってことかな？ディジーズ。病気にかかったキャラクターは、最初は健康そうに見えます。かっこ、とはいえ、画面には疾病のアイコンが表示されます。しかし、時間が経つにつれ、キャラクターは、病に蝕まれていきます。麻痺が起きる場合もありますし、目が見えなくなったり、何も手につかなくなることもあります。時にはエネルギーやバイタリティも失われていきます。これはやばいですね。致命的だね。疾病は早く治さないとキャラクターを死に至らしめることになります。もしキャラクターが死ぬ前に疾病を治しておかないと、復活してもまたすぐに死ぬことになります。やばい。早く治そう。ただでさえバイタリティ少なめなのに。確か、あと、イシスが、呪文。どこだ？これか。キュアディジーズ。結構使うな。パワーレベル1でとりあえず。もう一回、
多分治ってないでしょ。はい、パワーレベル2。3。パワーレベル4。パワーレベル5。嘘、治んないの？6。嘘。治ってくんないの？嘘でしょ？まだ治んないの？これはまずいんじゃないの？パワーレベル1で打ってるからいけないのかな？目いっぱいちょっと。今パワーレベル3。お、治った、治った。よかった。トータルでパワーレベル10使っちゃったことなのかな。で、マジックポイントめちゃめちゃ消費したので、ちょっとゴールデンアップルでも使っておきましょうか。ちょっと回復作業しまーす。はい、回復作業終了。スタミナがまだね、回復しきれてないんだけど、まあいいでしょう、とりあえず。ディテクトシークレットとかまだ誰も覚えてなかったっけ？この落とし穴のトラップに落とされると簡単には返せないよっていう、そういうことなんだろうね。もうめんどくさいからまっすぐ進んでいこう。結構長いよ、ここ。行き止まりだけど、あ、ワープした。テレポートして、また違うところに出てきたけど、どうなんでしょうか。今どこにいるのかよくわかんないけど、とりあえず、あ、なんとなくわかってきた。ここに扉があるってことは、鍵を使えば開くんじゃない？開いた。では行ってみましょう。何かに遭遇した。ブラックバード、雑魚だね。どうやら、そんなに強い敵の出るような場所は抜けたような感じだね。敵の動きを封じるような呪文なんかなかったっけ？スティンクボムか。消えた。ブラックバードはヴァンパイアバットかなんかじゃないの？多分。あ、効果がない。敵の正体がわからない、戦いづらいね。
を食らった。あれ？スペクトラルレイヴン。ヴァンパイアバッテル強いやつか？なんか攻撃が全然当たんないんだけど。違うな。そうだな。ヘイスト。ヘイスト使いたいけど、ここは回復しなきゃいけない領域だから今使えないな。消えちゃう。敵が早いな、やっぱり。よし、倒した。そんなに経験値は入れないよね。で、何もなさそうですが、一応壁を全部見て回ります。何もないと思うよ、ここは。うん、そして、こっちかな。あ、モンスター。バグ。チャーム。ベックでコルビン。チャーム聞きました。グラインディングフラッシュも聞きました。ベノムウィービルか。ベックでコルピン。なんか名前の呼び方がシリーズっていうかシナリオによって違ったりするから覚えにくいよね。うん。ここもう一回来たことがある場所だ。最初の頃に来たところだね。で、この辺多分全部錆びた鍵で開くと思うんだよね。あ、いたいた。うわぁ、ゴースト。ゴーストはどうやって戦うんだ。わからない。わからないけど、アンチマジックとかが効くんじゃない？何が効くんだろう。アンチマジック。アンチマジック。二人がかりでやってるから相当強力なアンチマジックだよ。呪文使ってこないよ。あ、そっか。アンチマジックとかじゃなくてディスペルアンデッドでよかったんじゃないの？ゴーストは、ま
まあ、アンデッド系でしょ、いくらなんでも。聞かない。なんだ、聞かないのかよ。まあ、聞きづらいということなのか、聞かなかったのか。よし。敵のマジックミサイルを封じました。アンチマジックは確実に効いております。でもこれ、倒せない。ちょっといろいろ試した方がいいかな。エナジーブラスト。霊体だもんな。マジックミサイルは確実に効くんだけど。マジックポイント。あ、一体倒した。あ、倒した。ゴースト弱かったな。ここも多分何もないと思うけど、何もないですね。それで、あ、え？うん？あれ？あ、そっか。ここは行ったことがないみたいだね。じゃあここ行ってみよう。よし、多分錆びた鍵を消費するだけでしょう。よっしゃ。出てくる敵も弱いと思うけど、あ、スタミナがなくなってる。ちょっと回復作業します。よし、まあ、この辺なら多分普通に休息しても大丈夫だと思うので。休息取ってみます。無事休息ができましたね。ちょっと見てみましょう。呪文。だいぶ回復したけど、まだ全然だね。最大で144で、今82です。休息取ってもなかなか回復してくれないけど、まあ、スタミナ回復したので大丈夫です。で、行ってみましょう。ヴァンパイアルーク。こいつらは簡単だよね。かな、特殊クレーバースリープが効けばいいんだけど、効かないか。あ、効いた。効くね。ヴァンパイアルークは名前はなんかアンデッド系だけど、実はアンデッド系じゃないんだよね。ただの動物なんだよね。夜行性の鳥みたいな。そんなイメージ。だから、トクシックベーパーも効いてるみたいですね。エアー系の呪文はアンデッド系に効きづらいはずなんだけど。よっしゃ。頭普通に戦って倒せるでしょう。
ファイヤーボール。じゃあまだか、あと一体。倒しました。まあ経験値はそんな範囲ないけどね。で、これでこの辺も全部歩き回ったことになるんじゃない？あ、まだここにある。あ、錆びた鍵がなくなった。ってことは、この扉はもう、これ最後ってことだよね、多分ね。最後の最後で結構きつそうな予想は、これが DK フォレストムンクかな。この辺も DK フォレストムンクか。でも4体だからなんだろう。DK 以上のムンクってなんだろう。とりあえず戦ってみよう。で、どうしよっかな。隠れられないもんな、多分。スリープやってみようか。DK だと想定して、サイレンス。で、どうしようか。ブラインディングフラッシュやっとく？数が多いもんな。これが2体、2、3、4、5。まあいいや、これで。サイレンス。で、ちょっと奥の手を使っちゃいます。スリープ効果ない。全然効果ない。ってことは強いぞ、これ。あ、二列目はディメンテッドムンクだね。弱い。ってことは一列目が DK フォレストムンクだ。目つぶしやっといて正解かもしんないね。ディメンテッド倒せない。なんか、ああ、やっぱりブラインディングフラッシュ来た。ちょっと遅かった。一歩遅かったよ。アポロの方が遅い。あ、でも効かないね、全然。一体にしか効いてない。サイレンス、もうちょっと早く。アイシス、遅い。沈黙、沈黙、沈黙。よし。サイレンスは全部効いた。けれど、だよね。
ファイターが今、やばい状態なので、回復しなきゃいけないんだけど、誰にやらせようか。キュアレスアコンディション。さっきスリープ使っちゃったから、ダメだ。じゃあ隠れるか。キュアレスアコンディションで、ファイター。で、どうしよっかな。トクシックペーパー効くでしょ。それから、もう呪文は封じてあるから怖くはないんだよね。ってことは、団体攻撃呪文で、強力な呪文を使いたいんだけど、グループ攻撃呪文で一番強いのは、私の研究によるとサイオニックファイヤーが最強なんですが、ファイヤーボール、マジックミサイル、シュリルサウンドが同列だね。ファイヤーボール、マジックミサイル、シュリルサウンド。なので、マジックポイント余ってる呪文を使えばいいわけだよね。ここはもう余ってないというか、ちょっと消耗しているので、ここか、ここかということになるけど、シュリルサウンド。これぐらいで打っときましょう。シュリルサウンド、パワーレベル7で打ってるのに、ダメージは、まあ一見弱そうだけどね。マジックポイントの効率はいいというね、そういうことです。まあ、ただ、エアー系の呪文が、まあ完全に効くというわけではなくて、多少抵抗があるみたいなので、大丈夫です。いけそうです。まずいけ、反撃。よっしゃー、倒した。うん。アイテム？ポーション。アシットボムか。で、ちょっとこの辺を見て回って。多分何もないよね。何もないようなので。これで、あ、そうか、まだなんかあるんだ。え？ここはもう行かなくていいんだっけ？そうだよね。宝箱は取ったんだよ。あそこにあった。ここはもういいとして、最初の場所に戻ってきましたと。で、さっきどういうことになったかというと、この先へ進んでちょっとやばいことになったけどね。このスイッチを押すと扉は開いたけど、この先へ進むとやばいことになるの言ってはいけないと。ということで、まあ、ちょうどいいところなので、今回はここで一旦終了しておきます。